で、この合理主義者が冷淡に見える、またさらにもう一つの原因、それは自分自身と配偶者の両方について個人の自立性を原則的に主張していることであると。 NT は自分の自立性に関しては一切の妥協を許しませんと。すべての気質の中で最も自己決定的で独立心が強く、自分の意思に反する行動を強要したり、他人の太鼓に合わせて更新させようとするあらゆる勢力に抵抗、かっこ憤慨しますと。合理主義者にとっては、人は皆自分だけの島であり、自分をコントロールするための社会的あるいは道徳的な期待、つまり儀式、作法、規則、行動規範、つまりほとんどの社会的行動を支配しているすべきこと、すべきでないことに対して彼らの抵抗は固いと。その強制が教育機関、政府機関、ビジネス機関、あるいは結婚制度からもたらされる場合も全て同様であると。したがって、もし合理主義者が仲間のメッセージから社会的に受け入れられるような行動を取るようにとか、あるいはもっとより良い態度を取るようみたいなプレッシャーを少しでも感じ取ったら、これはつまり社会的義務、道徳的義務の暗示を感じ取ったのであれば、彼らは嫌がり、協力を断固拒否するだろうと。子供の世話をする、愛しているというといった重要な事柄だけでなく、台所の片付け、パーティーのための着替え、食料品の搬入を手伝うといった一見些細なことでもそうであると。拒否は無言の消極的な抵抗や氷のような爆風という形を取るかもしれないが、抗議の言葉や自己主張のジェスチャーなしにただ命令に従う NT はかなり珍しいと。時には口論を避けるために唇を噛んで従うこともあるかもしれないが、彼らは強要され苛立ちを募らせた場合のみ自分の自主性を制限されることを許すのだと。愛してるって言うんですかね。まあそんな感じなんですよね。はい、だから不安を感じたって感じれば、はい、多分そういうことを言うけど、はい、どっちが大切なのとか言って言われたらもうダメなんじゃないですか。そういうことですね。はい、これは難しい。強制するような言い方をしたりするともうダメって話です。これは難しいですよ。嫌いだったら結婚してないっていう事実があるから必要ないっていう思考が回ってるのかもしれませんね、うん、と。リン様は分かってない。何がNT のことは分かっているとして、はい、この何て言うんだろう、何て言うの、乙女心っていうの、でもそういうのがダメなんですよ。でしょうね、はい、ダメなんでしょうね、はい、でこのような対人関係の制約に対する抵抗にとどまらず、理性的な人は自分の中から湧き上がり、自分をコントロールしようとする不随意衝動、かっこ、衝動、感情、食欲、欲望を全く快く思っていない、非合理的な衝動は他の人と同じようにたくさん持っているが、 NT は生来それらに不信感を抱いている。結局のところそれらは間違いや非効率につながる可能性があり、どちらも彼らにとって受け入れがたいものなのだと。なるほど。この恋心とか、はい、そういう性欲とか、はい、そういうのはこの乗りたくないんですよ。コントロールができない不快なものだと。コントロールしようとしてるって話ですよね。コントロールされたくない、ね、自分をこ衝動、いや欲望がこいつ自分をコントロールしようとしとると。はいはい、だからこう拒否するみたいな。ちょっと見習ったらどうですか。はい、まあ、NT かもしれない疑惑もありますけどね、はいはい、なるほどね。こういうのは嫌なんですね。あ、嫌なんです。そうか、他人だけでなく、はい、自分のそういう欲とかも、はい、全部嫌なんだ。コントロールしようとするものは自分の合理で判断したいんですよ全部。その理性、その欲望はすごいですね。はい、はい、その欲望が一番なんですね。その欲望が
コントロールしてるんじゃないですか。普通なんかこっちの欲望を満たすためにこっちを働かせるじゃないですか、はい、これ多分 NF もそっちに加わると思うんですよ、はい、NT だけなんですね、このそれが嫌だって、はい、嫌だって、あのそれすらコントロールしたい、それすらコントロールしたいんじゃないですか。なるほどね。自尊心を自立性に置いている NT タイプは衝動や感情をコントロールすることを放棄し、自由に率直に表現することをなかなか許しませんと。逆に理性的な人は衝動を意識的に評価し、分析することによって衝動を制御し、自分の意思に従わせようとする、はい、でもそれってうまいことやるんですね。うまいことやる。あ、今思ったのは、はい、結局こっちに乗るときは、はい、なんか合理的な理由つけてやるんだなって思ったんですけどね、はい、違うのかな。あ、結局今人間一緒じゃんと思ったんですけど、はい、あ、要はもう一回言いますね、はい、自尊心を自立性に置いている NT は衝動や感情をコントロールすることを放棄して自由に率直に表現しないよと、はい、ただこの理性的な人は衝動を意識的に評価し分析することによって衝動を制御し自分の意思に従わせようとする、はい、アーティザンの選手、まあ、SP ですね、はい、が好んで言うように分析は麻痺であると、はい、あ、今で僕が言ったのは、はい、結局何やかんや理つけてやるときはやるんだなっていう理解をしたんですよ。はい、この文章を、はい、まあ、このなんやかんやとかっていうところが、はい、ちょっとあの NT さんには批判されるところかもしれないんですけど、はい、まあ、衝動ではないって話ですよね。でも結局やるんでしょって今僕思ったんですよ。結局なんか理由つけて、はい、ははーんって分析して、はい、やるって決めるんでしょって、はい、それって結局衝動に流されたのと一緒じゃんって思ったんですよ。違いますか。違うと思います。違うんですね、はい。衝動に任せるってなんかもう後先考えずですよね。全てそれみたいな、その欲望に身を任せるみたいな話じゃない。一応理性は働いてますよ。理性が働かないのが衝動に身を任せるみたいな感じですよね。でも一応やっちゃいけないとこの線引きはしてるだろうなってみんな思ってるんですよ。はい、はい、SP も SJ も NF も、ね、はいはいはい、で、はい、まあ、全部自分でコントロールみたいな話じゃないですか。衝動に言ってるだけでしょって僕は思ったんですよ。ごめんなさいね、そうやって思っちゃいました。言ってるだけでしょ。あの結局、はい、分析したと、衝動来たねと、はいはい、分析した、はい、でもやる、分析してやるって決めるわけじゃないですか。別に結局ではないですよね。結局ではないんですね、はい、お腹空いたから、はい、ご飯を食べる、何も考えずにご飯を食べるっていうのと、はい、どんだけカロリー取っていいからこんだけ食べるみたいなのは違うって話ですよ。あ、それは結局食べてるよねじゃないって話ですよ。でも、はい、そこに今日は特別の日だから食べてもいいだろうみたいなことも言うかもしれないじゃん。カロリーを計算してるみたいな話だから自分でコントロールしてるみたいな話ですよね。この人は結婚する相手だから別にいいでしょうみたいな話じゃないですか。なるほど、はい、ちょっと今負けた感がしてるのがなんかっていう、まあ、コントロールをしてるって話だと思うんですよって、はいはい、もう今ずっとしてるつもりなんだろうってずっと今思ってるんですけど、はい、ごめんなさいね、はい、あのどうやらでも 部が悪いです、はいはい、すいません。でももう止まりません、なんか、はい、ずるいずるいって何がずるいですか。何もです、ごめんなさい、はい、ずっと聞いてるけど叩き棒をしたいだけでしかないのか、許されるラインを超えて非常に不快な表現をしていると。これ僕のこと言ってるのかな。だとするカーシーのことなのか。カーシー、ごめんなさい僕のことだったらごめんなさい、はい、でもあのここはそういうチャンネルなんです出ちゃうんです、ごめんなさい、はい、あ、チドさん NT 可愛いですよね。合理主義というのは形而上が関わるので自分のというのはありえませんと、らしいです。というと、ごめんなさい、僕はもう何を言ってるのか分からないです。もともと欲が少ない人が多いと思うと、だから我慢できる成功体験がありそれを繰り返してるだけだとかと。なるほど、まあ、欲は分かんないですけどね。そう、僕はだから欲に勝てるのっていうのがか
勝てますかっていうのが、あの欲に勝てる、うんと、はい、こう完全な禁欲ではないわけじゃないですか。別に、はいはいはい、結婚して普通に付き合ってっていうのは別に悪くはないですよね、うん、っていう話だとは思うんですよ。それは理解できてます、はい、やたださっきのこの欲のところを分析することによって衝動を制御し、はい、自分の意思に従わせようとする、従わせようとする、この一文です。従わせようとするって話だと思うんですよ、はい、で僕はそこに従わせてるんですかっていうのがちょっと湧いてるだけです、疑問が。みんな従わせてんじゃないですか。あと、うん、だから従わせてない人もいますけど、でもなんかみんどのタイプも、はい、あやるよねって思っただけです。それを、はい、あの分析的にやるかどうかって話だと思うんですよ。あ、言ってるのは、うんと、はい、だから NF だったら多分道徳的にだと思うんですよ。はい、みたいな違いじゃないですか。合理的に従わせようとしてる。ありがとうございます、はい、嫌われるといけないのでちょっとやめましょうか、はい、はい